生着替え配信。生着替え配信。あ、黒人目だ。かな？ただの？ただの黒いタートルネックが？これを着ることによって見て可愛らしく変身します。ピヨちゃん、アキちゃん、ベンちゃん、ヤホです。ケンゴパパ、おじおじヤホ。ケンゴパパ、クロワンムイにありがとう。ムーンさん、おかえり。生着替え配信と聞いてきました。おじおじがドキってしてた。ちょっと可愛らしくなったでしょ。あべこにゃん、おちころかわいい、ありがとう。はなちゃん、キラキラありがとう。仕事中になってる。たこしんさん、かわいい、ありがとうです。ぴよちゃん、黒い黒です。ろみつさん、おつくろう。あきちゃんがむはーしてる。がくてんさん、かわいい、ありがとう。おじおじ美人って言ってくれてる。結局何着てもかわいい。たこしんさん、ありがとう。よしーさん、こんにちは。ピーノスケさん、かわいい、ありがとうございます。え、かわいい、かわいいでしょ、あきちゃん。ほら、いってほら、こんなかわいい感じになりました。こえちゃん、かわいい、ありがとう。あきちゃん、ハートありがとう。ありがとうです。ゆきちゃん、こんにちは、おかえり。おじおじ、キラキラありがとう。たらちゃん、シルバーズさん、こんにちは、おかえり。ゆきちゃんが900回訪問だよ。やんやん、結婚していいよ。ありがとう。3時休憩終わった。いってらっしゃい、あきちゃん。頑張ってお仕事。あきちゃんが消えた。こえちゃん、流れ星ありがとう。N さん、かわいい、ありがとうございます。うっちゃん、おかえり。やんやんから結婚していただきました。ゆうしさん、夜勤に備えて寝る前に美人にご挨拶ありがとう。頑張ってね、夜勤。おじおじ、お仕事頑張って、ありがとう。保証置いていきますって。ゆうしさん、ありがとうございます。黒のセッターを着ずに、上の衣装着てほしく。好き好きやな。クエちゃん、流れ星ありがとう。自分のこと大切にして、誰かのことそっと思うみたいに、切ない時一人でいないで、遠く遠く離れて行かないで、疑うより信じていたい、たとえ心の傷が癒えなくても。ゆきちゃん、見てますか。ゆきちゃん、見てますか。900回訪問ありがとう。ゆきちゃん、見てるかな、見てないかな。ちょっとさ、乾燥するんだよね、唇。ロロ、おかえり。はじめさん、こんにちは。見て、パッカリくんさえどこ行った状態。いや、昨日入浴配信じゃなかったから無視した。よく起きてたよ。むしろ入浴配信のためによく起きといてくれた。
け、のびとのびのびと16時半まで配信します。切ない時、一人でいないで、遠く遠く離れて行かないで、疑うより信じていたい、たとえ心の傷が癒えなくとも。宇田和正さん、いい歌だよね。確かなこと。あ、エコーが散った。ホシピーかわいい、ありがとう。テルボーさんおかえり。私テルボーさんって言ってた今まで。テルボーって言ってなかった気がする。いきなり呼び、なんて呼んでたか忘れる症候群。テルボー、いやテルボーって言ってない、テルボーさんって言ってたはずだ。こえちゃん、お仕事頑張ってね。リップどこ行った？さっき使ったばっかなの。リップが消えた。え、こんな秒でなくなるもん。リップ今は使ってどこ行った？今使ったばっかりのリップどこ行った？あった。さんとかやらないです。じゃあなんてなんて呼んでたっけ私。テルボーさんって言ってた。テルボーにする。テルボー、ヨギボーみたいに言われて。LZT さんこんにちは。横直さんかわいい、ありがとう。今日は平日だからみんな来づらい時間に配信しておる。テルボー、じゃあテルボーって言うわ、これを機に。あっちーさんかわいい、ありがとう。最近安定のポニテ、これでね、こんな可愛いリボンのアルバム持ってんだ。ビューちゃん終わりました。だってお仕事すごくない？髪の毛じゃなくてリボン生えとる感じ。これをする勇気がたまにしかない。ビアちゃんかわいい、ありがとう。舞台出ますか？面白かったからまた行きたい。嬉しい。ほんと来てくれてありがとう。ね、今んとこね、舞台の予定ないんだ。またあの出るときめっちゃあの見に来てって告知しまくるから、そのときよろしく。 FJT さんお仕事頑張ってね。頑張ってください、ありがとう。主人公さんこんにちは。なんかまちいてあっちーさんが言ってくれて嬉しい。じゃあそうちゃんって志村けんの瞳のばあちゃんがひーちゃんって呼ばれてる。ソーサリーさんのことそうちゃんって呼ぶよ。いいよそうちゃん。オルちゃんおかえり。 FJT さんラブタオルありがとう。 FJT さん流れ星ハートありがとう。ありがとう。仕事抜けて。ピューちゃんかわいいね。ありがとう。まこたろうさん、こんにちは。あ、キューピーちゃんだ。こんにちは。100キラキラ、ありがとうございます。ひろろちさん、かわいい。ありがとう。おかえり。ガミさん、トボノさん、こんにちは。あみあみさん、かわいい。ありがとうございます。ポニーテール、キューピーちゃん好き？じゃあ、めちゃくちゃ行くって何回もコメントします。やった。もっと面白い役も見てみたい。チアみたいなね。
ちょっとネタあるかな。でも結構はっちゃけた役やってみたいんだよね、私。はっちゃけた役をやってみたいんだが、見て、あまりはっちゃけ役が来ることがない。めちゃくちゃかっこよかった、役者さんすごいなって思いました。なんかテレビと違ってすごかった。だってなんかさ、あれだよね、あの迫力ってか、その場の空気感とかすごいでしょ、映像とかより。テルボーさん、なんかあの場でしか味わえないこの空気を伝わってあの来るものみたいなのが、やっぱあの配信もね、どこでもいつでも見れるからすごく良くなってるんだけど、配信自体もねあるといいけど、やっぱ 生の舞台はなんか見ないとわからない良さがあるよね。ガネポンさん100キロありがとうございます。でもちょっとなんか違うな、今日の感じだとちょっと違うな。髪の毛はアジャアジャしてる。息遣いや音振動とかバリバリ感じて最高って、ピオちゃん。ガネポンさん100キロありがとうございます。わかる、テレビも役者だけど当たり前というか、舞台は生でうまく言えないけど迫力とか空気とか、うん、そうね、だからまた全然違うよね、なんかね、テレビとかのやつと、まあ、それとかそれとかこれとかそれとかあれよね。ターニャさんこんにちは。万のゆうさん、ピヨコちゃん、たっけいさんこんにちは。キーさんかわいいね、ありがちゅうです。10個もありがとうございます。トライデントさんかわいい、ありがとう。タッタッタララ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 、いやーほんとね、うまい役者さんのね、舞台演技ってね、引き込まれるんですよ。なんかパワーとかがすごい、ちょっと私にはまだ出せないんだけど、なんかパワーがすごいの、なんかパワーてっ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 て。タエティさんこんにちは。甘い色の長い髪を、髪の毛がなんか明るいね、黒い服だから目立つのかな、すごいなんか柔らかい色してる。後ろのくまモンちゃん頭乗っけてる、かわいい。違う、面白い、くまモンちゃんよ、ショールームのくまちゃんだよ。ぱっかりくんと言います、よろしく。外丸さんかわいい、ありがとうございます。サムエビトさんかわいい、ありがとう。サムエビトさん黒フォーム入り、おかえり、おかえりんりんこ。甘い色の長い髪を風が優しく包む、乙女は胸に白い花束を、風のように丘を下り。ケムケムさんこんにちは。うららパパさんおかえり、100キロありがとうございます。やっぱこの時間帯は珍しい方々が来てくださる、あの初めましての方がいっぱいいらっしゃる気がする。あー、なんかあの私ハリーポッターの舞台が見に行きたくて、本当に結構私小劇場の舞台は見たことあるけど、大きい舞台とか、あの実際テレビで大活躍されてる方の舞台とか見に行けたことなくて、今のとこ一回行こうとしたらチケットやっぱりさ入手困難でさ、なんかあの素人にはチケット取るの難しかった。大泉洋さんの舞台一回見に行こうと思ったんだけど結局行けなかった。ハリーポッターの舞台は見に行きたいなって思ってる。ショールームって朝昼晩夜中で全く違うね、ほんとなんかいろんな時間帯に配信すると面白い。なんかね、よくさ夜配信とかしてたらさ、昼間さいつものメンバーいなかったりするけどさ、その代わりなんかいろんな
珍しい方々とか初めましての方に会える珍しい人ですって。うっちゃんどこがうっちゃんはうっちゃんはいつでもいてくれるでしょチケット入手困難といえば宝塚劇団の番組してて見たら浅見純さん、うんうん、サクさんこんにちは、コウジさんこんにちは。宝塚劇団歌劇団さんの番組、私はハリーポッター映画で見に行った時にメガネ忘れたから字幕見れないから、それでめっちゃショックやんせっかく見に行ったの。起きてるのが珍しい。あ、そういうこと。うっちゃん今日夜から寝れない生活始まるんでしょ。うっちゃん大丈夫そう。テレブさんってめちゃくちゃかっこいい役者さん出てて、調べたらちょうど東京公演中で行こうと思ったら2月末まで全公演完売さすがだね。なんか昨日かな、夜中にさ、昨日か一昨日夜中にテレビ見てたらさ、三谷幸喜さんが3年半ぶりに今舞台やってるって言ってて、絶対間に合わへん絶対チケットないやんと思って。さすがだね宝塚。そういえば深夜の12時のデイリーエコーなんかで復活してる、してほしい。新幹線の汽笛みたい私のデイリーコール寝れない生活も始まってるって。うっちゃんが寝なくて大丈夫な、あ、もうすでに日勤中。ひでやんさんこんにちは、あきらっちこんにちは。くーちゃん英会話できますか？字幕スーパー必要ないの。私は英語できないよ。私は映画はそうだな、吹き替えでも字幕でもどっちでもいい人だな。家で見るときは字幕、私耳が悪いから字幕あると助かるなと思うけど、字幕見てるとあんまり映像に見れないよね。3人だけの舞台、三谷幸喜さん、あ、そうなの。詳細は全然ね調べれてなくて、なんかみんなこういう情報ってなんかさ、完売する前っていうかさ、チケット売り出す前とかに情報を仕入れて、でチケット販売になった瞬間に取り合いが始まるわけでしょ。そういうのがさ、あんま人生の中でやってきてないからドキドキしちゃう絶対忘れるの、チケット販売の日とか気づいたら終わってたりして稲グマさん来たーって。ハリーポッターはね結構2年目だっけ今、結構ずっとやってるので、ちょっと今年くらいには見に行きたいなと思ってる。本当に魔法みたいですごいんだってハリーポッターの舞台見に行ってみたい。で、私知り合いが出てるんですよハリーポッターの舞台に。で、その人も含め見に行きたいけどな。なんかこの前はマクベスだったかな、天海祐希さんが出てたのも気にはなったんだけど、それこそ配信で舞台見れるみたいなのあったんだけど気づいたら終わってたあきらっち流れ星ありがとう、タラちゃんキラキラありがとうです、キラキラ帽子一番星だありがとう。クニアンさんこんにちは、ペロペロペロさん、大福さんこんにちは。俺ら2カ国語喋れます、関西弁と標準語。ちょっと関西弁は普通に教えてほしいかもそれ突っ込むとこだった。あと日勤だって頑張って。うっちゃんラベベおかえり、かわいいありがとう。フェキアーさんでいいのかな。ねめっちゃお腹痛いんやけどトイレなかなか開かないの、姫なんとかし赤玉飲んで、赤玉飲んで大丈夫、めっちゃ辛いやつやんそれ、めっちゃ辛いやつやん。すいません漏れますって言ってみたら、すいませんどなたか早めに出れる人いませんか、漏れますって。スリーフィンガーさんこんにちは、
姫のお家のトイレ貸していいよ日本中から探して、私のお家。関西弁そこに愛はあるんかい。あれ何弁？すごい、これどうしたの？うちゃんがコンコンしてる。あれね、トイレさ限界の時マジで焦るよね。ヤンヤン頑張れ。大丈夫かな、ヤンヤン頑張れ、間に合いますように。最悪おむつ買いに行こう。いつか関西弁を全国区にしたのさんまさん、やっぱりすごい人ですね。いや、さんまさんは普通にすごいよね本当に。関西弁の人ってさ、あの標準語喋るようになるの難しいってすごく言うじゃないですか。でも結構この前ほら、あのテルボーさん見に、テルボーさんって言ってたわテルボーが見に来てくれたあの舞台とか、結構関西出身の人が多かったんですよ。前回の舞台はみんな完璧に標準語喋っててすごいと思って。関西弁の人って標準語苦手なんじゃなかったのって思いながら。たけしさんこんにちは。ラペペー黒バムイニー、ありがとう、ありがとうございます。入った入った、98人目ありがとう。関西人は標準語使ってても関西ですかって言われます。だってすごいね。じゃあ、あの関西出身で今回舞台に出てらっしゃった方々、すごい何があるっていうの、喋れてるつもりでバレてますってあれでもバレるんじゃないの、マックかマクドかみたいな。反対に標準語は違和感なって言っちゃう。あーそっか。ゆきかぜさん、黒ファムイニー、ありがとうです。ピオちゃん、関西の人は特にわかるみたい。僕も言われたことあります。関西出身なので。そうなの。マクドでしょ。小さいつありません。マックでしょ。マクドナルド。ほんまや。カタカナにしたらマクドナルドにはちっちゃいつないね。確かにヒラさん、ヨーニャン、ありがとう。ドエライモンさんくお作ろです。関西人はデパートでも販売員に値切りするよ、値引きせいやだって。わあ、私の友達が関西に行ってちょっと生きていけないっつって帰ってきたことある関西はちょっと怖かったっつって絶対私値切りに来られたら任されるもんね、私とかも。ヒロさん30キロありがとうです。マクドですって、マックやない、マクドやって言うの。ケンタン流れ星ありがとう。レイクさんおかえり、元気になったありがとう。ちょっと身がこれまだ入らないの、やんやん頑張ってもう次のトイレ目指した方がよくない？いや、もうここまで来たらなのかな。ケンタッキーはケンチキでしょ、ケンチキ。ドラさんこんにちは。ちなみに英語だとマッカダル、マッカダナルドって言ってるみたい、ちっちゃいやつ。あー、なるほど。あ、じゃあ、あのマックって言ってる人はネイティブアメリカンな感じなのねそういうことね。マクドっていう関西の人は日本人ってことだケンタ、どこの小学生の男の子よケンタは。ケンチキでしょ
健太はどこの小学生ですか？ 健康に健に太いでしょそれ。菅田将暉はミスタードーナツ。ミスドの、あ、ミスタードーナツはミスド？これ。これ関西もミスド？みんなミスドで生きてる？この雪と共に散った儚い思いを。あ、スカイさんが、あ、もう太陽のやつがないんだった。どこ行ったんだっけ？スカイさん、ありがとう。どこの小学生？今日はクロちゃんだ。 うちゃんも、いやいや、ケンタでしょ。違う。なんか今日はクロバーサス配信、あ、じゃ、クロバーサスリスナーさんみたいな感じじゃない？ちょっと関西人多くない？今日は。元井屋さんを作ろう。もいもい、はじめましてじゃないね。今日のはじめまして。英語ではマクドナル。ネイティブ発音はマクドナル。マクドナル。あ、なるほど。ミスクロちゃん。ミスタードーナツ。あ、そういうことね。ミスタードーナツのポンデリングは最強。関西率多め。ちょっと私負けそうな感じよ、今。あ、スカイさん分かってくれた。口パクで。この雪と共に散った。なんか今日顔むくんでない？私。わあ、いやいや、入れた、よかった。 いいよ別に、報告しなくて。すぐ発車とかは。 入れたようでいいよ。 関西人馴染みやねんけど、ユニバとか。なるも元 NMB。 そうよね、そう、なるみさんね。あ、私言ったんだよ、古賀なるみちゃんにね。私のね、リスナーさんでね、NMB の中で一番好きだったわっていう人とかね、結構アイドル好きな人が多くて、古賀なるみさん、めっちゃわかるって、好きやったって言ってる人いっぱいいたよって言った。え、よろしく言っといてって言ってた。 マクドナルド。めっちゃ広島人でしょ、あの子。ララパパさん、2024年もよろしくお願いします。今日ね、鏡餅を、ちゃんと鏡餅飾ってたやつをおろしといたんだけど、そのお餅を食べようと思って、ほら、鏡餅のさ、ちっちゃいの買うと中にお餅2個ぐらい入ってるじゃないですか。で、私今まで開けたら袋に入ったかが、餅が2つ入ってるような鏡餅、ちっちゃいミニ、このぐらいの、こう開けたらさ、中に袋入りで2個入ってるのは、ケーキあったんだけど、今日食べようと思って開けたらさ、もうこの形 この形のお団子が1個、餅が1個出てきたの。なんかわかる？鏡餅のさ、この形のまま入ってたの、きれいに。キューピーちゃん、ありがとう。ジンギスカンさん、フォローありがとうございます。かわいい、だって、ありがとうございます。クロと言います、よろしくお願いします。いや、初めてだった。みんなそういうの当たったことある？まんま1個だった。こういう形のお餅が1個きれいに入ってて めっちゃ困った 結果包丁で切った個包装じゃない、びっくりした。え、それはのに当たったことある？みんな大体お餅のさ、鏡餅の中のやつって個包装じゃない？マイシュさん、こんにちは。としゆきさん、顔見事ありがとうございます。あ、マブダチだ、おかえり。あ、ジンギスカンさん、やっぱ北海道なんだ。あ、うちゃん、ミスド、ミスタードーナツはミスド。あ、これは一緒なんだね。あ、中国地方だからね、ベンチャー。確かに。あれ、なんで中国地方って名前ついてんだろうね。ややこしいよね。昔はパック入ってなかった。あ、そうなんだ。昔ながらのやつ。冬はキャンプしないの？っていうか、冬も夏もキャンプしてない
え、どういうこと？私キャンプしたことほぼないよ。人生でほぼないけど大丈夫そう。別にあの趣味キャンプとか言ってはない。昔パックに入ってなかったんだ。あ、お餅がわざわざ入ってなかったってこと？鏡餅の中。昔ちいちゃんちとか餅を金槌で叩いて割ってた。やってみたい。ちゃんと鏡割りだ。当てる。なんかそういうの好きなんですよね。こう昔ながらのやり方とかをやる感じ。あの正月じゃ年末にさ、あの家でさ、みんなで餅つきするとかさ、そういう文化好き。ちゃんと金槌で叩いて、あ、やっぱ割った方が良かったのかな。私のやつも金槌で割るべきものだった、もしかして。割てだけなんかな、大きくを洗浄するとまた汚い汚い会話が汚い。黙ってトイレ行って、黙ってトイレから出なさいよ。ミッキー桃嬢さん、キラキラありがとうございます。それを火鉢で焼く、あ、いいね。私はお餅を焼こうと思って、私のうちあのコンロなんですよ、 IH じゃないので。私は100均でこういう網買ってきて、このぐらいの網、危ないから宇宙でいい。このぐらいの網買ってきて、そのままコンロの上に直焼きしようと思ってお餅乗せてみたら、めっちゃ難しかった。なんか火あぶりみたいな。もう完全に炙り餅になっちゃって、なんか焦げる、あの温まって中が柔らかくなる前に焦げるみたいな。餅は里城一緒テルボーイエー。ミッキーラブタオルありがとう、おかえり。砂糖醤油が一番だね。もう最後はもう砂糖醤油だけでいいもん。なんか砂糖醤油を多めに餅につけて、火炙りの件にしてた餅。難しかった。え、タビブルーさんを作ろう。砂糖醤油は砂糖、もうね、私ね、九州人なんで甘めが好きなので、砂糖をこんもりのせて、でお醤油は砂糖に数滴垂らすとか、もうそのレベルなの。なんかあのほぼそうだな、砂糖が8の醤油2ぐらいな感じで、ドロドロの醤油でちょっとドロドロになった砂糖をつけるみたいな感じで、最後はあの余った砂糖醤油だけで食べるみたいな、なんか餅なしの砂糖醤油を食べるみたいな。今美人が怖いニュース出てた、だって何それ、火炙りの系っていうにゃんか。で、え、ついに今日ずっとすれ違いだったのに、テレボーイさんとやっと会話が あったね。砂糖さんに塩かけちゃダメ、それいじめになるから。まさお作ろう。九州の醤油甘い、そう甘め。私逆にさ、醤油だけで、あの餅に砂糖入れずに醤油だけだよって聞いた時、誰に聞いたんかな、リスナーさんに聞いたと思うんだけどさ、あの砂糖とか入れずに醤油だけで餅食べるみたいな、砂糖がもはや1の醤油9ぐらいなんだよって聞いた時、へっってなった。それはもはや砂糖醤油ではなくて醤油なのではみたいな。ドロドロにするの。そう、きなこも好きだけど、安倍川みたいな。ゆまるちゃんありがとう、くまちゃんセンスありがとう。あ、うっちゃん砂糖入れない醤油派、醤油餅派。あ、スカイさんがおとわりになった、結婚していいよ、ハートありがとう。さっき口パク分かってくれてありがとう。砂糖醤油、あとね、きな粉にね、砂糖とね、ちょっとのお塩入れて食べるのもし。あ、大工さん頑張ってね、ありがとう。あれ大工さん、15時休憩時間だと思うんだけど、1時間も休憩じゃないよね。ありがとう。ヨハさんこんにちは。
僕も醤油のみ。あーなるほどね、海苔巻いて醤油だったら確かに砂糖はいらないね。海苔巻くんだったら醤油だけでいいわ。確かに乾いてみんな思いながら見てたらゆっくり口パクして、ありがとうよかった伝わって。なんかね、あのモーター用のボードどっかね向こうに置いててね、あのね一生この配信の近くに持ってこないようなのあ、ゆうまるちゃんタコチュありがとう。ミッキー結婚していいよ、ありがとうです。この雪と共に散った。あと餅の食べ方、なんか最近あの正月のさ余った餅の調理の仕方とかでさ、いろんな餅のバリエーションいっぱいやってるよね。どこがバリビルームや。ゆまるちゃんありがとう。昔エビ餅は何、エビ餅って出て食べるの、エビに餅巻くの、お餅をどうやって食べるかの話。砂糖醤油、テレボーさんと私は砂糖醤油派なの。テレボーと私はゆまるちゃん笑ってる。おじおじ一番帽子キラキラ、ありがとう。あ、こんなにキラキラするんだ画面が、ありがとう。おじおじなんかその髪型のせいか知らんけど、より一層顔小さく見える。ほんと？じゃあ今日はこの髪型でいこう。キシピーさんかわいい、ありがとう。佐藤二郎派、ムロツヨシ派いやどっちも好きちゃうわ喫茶店コーヒーは砂糖が無料だからたくさん入れたら儲からないだって。キシピーさん、この前も僕覚えてるってコメントくれてたゆまるちゃん100キラありがとう。九州の醤油自体甘い、九州は醤油自体甘い、九州醤油は甘い、甘いよ、美味しいよ。九州醤油は甘い上に刺身醤油はもっと甘いから。僕覚えてる、ミッキー覚えてる朝に速攻で言ってくれた人そこに砂糖増し増し、そうだから砂糖8に醤油2ぐらいのドロドロ砂糖でお餅を食べる。あー、おじおじお仕事サボってきたの、あらありがとう。見てって顔見て、プクプク今日顔をむくんでる、見てプクプク、おいすごいね、見てほっぺすごい。ここにみんな落ちてきても多分救出されると思う。2階の窓か落ちて私のほっぺに落ちてきたら多分大丈夫で。エフォードさんこんにちは。私コーヒー飲めない派、甘くしたってコーヒーは飲めない、どんだけ砂糖とミルク入れてもコーヒーは飲みたくない。パーパパーパパラパラパーパーパパーパパパパラパー。千年万年さんかわいい、ありがとうございます。のんびりさんを作ろう。夏は壊れた置時計、そして風を忘れた小さな風鈴。餅でお汁粉は食べれない、食べるなら白玉。え、私全然お餅でいい。そっか、餅と白玉は違うのか。あ、ピオちゃん一緒に入れてますので、カンさんありがとう。10キラ君が笑ってる、君が走っているアルバムの中、一つ二つ三つ思い出見つけ、わざと虚しくない
しるこ。おしるこ。今年1回しか食べてない。みんなおしるこ食べた？あってしまった。みんなおしるこ食べた？あれは正月明けぐらいに食べるのかな。鏡開きが終わった後ぐらい。君と歩いた道を一人歩いてみる。低い丘を回って海に続く道。青い青い海も夏にさよならして、誰も乗らないボートが砂に並んでる。自販機で売ってるやつ食べた？アライフイズさんだ。ほぼ砂糖のペースト。あれ？動かへんやん。ちょっと待って。ほぼ砂糖ペーストみたいな状態のやつつけてる。そう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 。自販機で売ってるやつは多分白玉とか、え、入ってない？自販機のやつは小豆だけ？昼間コメント少ないの？今みんなお仕事中だからね。まるさん10キロありがとう。正月で少しだけ餅ついたからまだ家にあるだって。そうだよね、スカイさんお餅つきしてたよね。ぜんざいに焼いた餅入れるなあ。あ、そっか、おしることぜんざいはなんかあの粒があるかないかで違うんだっけ。ミキ、スーパーにあるお湯入れるカップのおしるこ食べた。あ、便利だよね。あれなんか一人暮らしとかだと超便利じゃない？秋の風さんお作ろう。ポブさんこんにちは。尾崎豊か15の夜、100円玉で買えるぬくもり熱い缶コーヒー握りしめ。あ、そういう歌詞あるんだ、15の夜に。ふにゃさんこんにちは。スニーカーさん100キロありがとうございます。ヨーニャン黒ファミリーありがとう。100人目だ、本当だ、ありがとうございます。あー、ライフイズさん、あずきのみ寒い日のツーリングに欠かせないだって。はあ、いいね。なんか今すごい平成女子っぽかった。あずきのみか、そっかそっか、そうだよね。白玉入ってたら絶対入り口渋滞するよね、あれね。かのかのたたたたらたたたららたららららら。そうだよね、寒い日のツーリングとか、あったかいなんかあのコーンスープもいいよね。あのコーンスープおしるこ系、あれはやっぱりさ飲みにくいけどさ、やっぱ手出しちゃうよね。この前私なんかあれ見たよ、なんかぞ、鍋のお鍋のおつゆみたいなのが売ってたスープのあのコーンスープとかおしるこみたいな感じのカンカンで、なんかだし売ってたびっくりした。クレちゃんルーム盛り上がり度数1300、本当だね、ありがとうございます。さっちゃんきらぶしありがとうございます。ミキ、寒い時自販機だと甘酒もいいねもうあったかいの欲しくなるよね。なんか私結構さ、あの歯の矯正のマウスピース入れてる時があって、それ入れてる時ってあのお水、お茶とか飲めないのね。お水かとかなんだけど、最近さコンビニに白湯が売っててさ、最初はさ
白湯買うとか思ってたんだけど、もう寒くなってから白湯めっちゃありがたいと思ってあ、ボニャンさん言ってる白湯売ってるよね最近ね。いや、私ちょっと前あのコンビニで見かけた時に白湯買うって思ったんだけど、よく考えたらよく考えたら寒くなってから白湯買う率増えた私ごめんなさいと思って。そうそうそう、あのマウスピースつけてる時はあの乳製品、白い飲み物か透明なお水とかしか飲んじゃいけない。でもね、さすがに熱すぎるのは飲んじゃダメだから、あのちょっとぬるくなってから飲むんだけど、ミッキーサム、あー甘酒ね、甘酒もいいよね。甘酒あの生姜入りと生姜なしがあるよね最近。寒い日のツーリングは雪見大福買ってエンジンの隙間に突っ込んで帰る。寒い日に雪見大福食べるの外で。あかりちゃんかわいい、ありがとう。朝水さんこんにちは。コンソメ、あコンソメスープもいいよね。コンソメスープって言ったらジャルの美味しいよね、ジャルのやつ。コンソメもいいね、やっぱスープ類はいいね冬はね。チタニウムさんこんにちは。あマイカちゃんだ、こんにちは。よりによってこの時間電話かかってきた。おかえり。甘酒未成年者が飲んでいいのって言ってる。甘酒は大丈夫。コンビニでたまに白湯買うって、ゆうまるちゃんも買うんだ。やっぱ便利だよね、味がない当たり前だけど。そうだね、白湯は水だね、あったかい水だねあ、ノンアルコールビール未成年者買っちゃダメなんだ。白湯買うと思ったけど水を買うのと同じなんだねそう結果ね、あの寒い日は普通に水買うより白湯買いたくなったなんだっけ、熱で歪んじゃうんだっけ。そう、なんか暑すぎると良くない。寒い日に外で雪見大福食べながらあったけーてどこみたいに痩せがまなって寒い時こそガリガリくなすごいよね、あの寒い時に寒いの食べる人。寒い時に寒いの食べて、寒いってずっと言ってる。腎臓が悪くなってから全然食べない。甘みを出すためのし、あそうなんだ、塩分がね、甘み、あの砂糖が多すぎるんじゃなくて塩が多すぎてダメなんだ。そういうのもあるのか。たっちゃん、かずぴさんこんにちは。ブロックベイに沈む夕日が眩しくて、自販機のあったかいドリンクあったかいドリンクって思い出した。最近コンソメスープみたいなのも売ってるって。ゆきたろうさんこんにちは。おてもちゃんこんにちは。おてもちゃんキラキラも投げてくれてる、ありがとう。けいちゃんも来てくれてる。捕らえられた宇宙人、わーにゃんわーにゃん見っけた。ライフイズさん、ここへコンビニにはカップラーメンの湯、お湯がさすがにそれはさ飲むの、あ、まあ一緒か、カップラーメン食べるの一緒か。あ、持ってく、水筒持ってく感じ。ライフイズさん、値段の割にめちゃくちゃ美味しくて飲みまくってた。ほうほうほう、急に飽きてなんか急に飽きるやつたまにあるよね、なんか知んないけど本当に急に来るよね終わりが。コーンスープ振らずに蓋開けたら泣けるぜ。え、そうね、あれはね、コーンスープのね、コーンは大変よね。え、おでん缶？それはさ、おでんのつゆだけじゃなくてちゃんと中入ってんの具が。コカ・コーラのコンポタとかコンソメ、エビスープ見たことないかも。コカ・コーラのが美味しいんだ。そうなんだ、エビスープ初めて聞いた。美味しそう。
カッパさんを作ろう。具もあっただっていうまるちゃん。え、そうなん。いいね。なんかね、去年かな、一昨年ぐらいからかな、去年からかな、私なんか地味にコンビニのおでんにはまり始めて。コンビニのおでんって美味しいんだね。私なんかもともとおでんがあんまり好きじゃなかったんだけど、なんか去年ぐらいからなんかおでんの美味しさを知ってしまった。カレールーのかそれはちょっとな、カレー臭くなるやん。あ、でなんかあの稽古場とか行くときにさ、パンとか買うときカレーパン食べたくなるのよ。やっぱなんかお腹減ってるときカレーパンで食べた気するじゃん。カレーパンってやっぱなんか匂いが強烈すぎるから、あの出先で食べる勇気がね。カレールーのか、辛いのかな、ちゃんと。やっぱり自販機のおでん感だって微妙微妙。セブンのおでん好きだって言っちゃう。カレー臭は結構ぜ充満するよね。カレールーのか、 JR の自販機だった気がする。だってあるんだ、すごい面白いね。いろいろ売ってるね。コンビニおでんってちょっと特別感あって好きだって。そうなんだ、特別感。あ、そう、あのお家でね、あのこうお母さんとかおばあちゃんが作ってくれたのが負担としてってことかな。なんか昨日一昨日すごいね、大寒って言って寒かったけど、今日は比較的それに比べたら寒くないけど、やっぱ寒いからな。どっちやねん。そうそう、お家で食べるものだと思ってたから。長崎だとおでんに柚子胡椒鉄板。東京は、あ、そうね、私なんか柚子胡椒ついてきた時にさ、私あのからしが苦手なんで、え、柚子胡椒最強やんって思ったの覚えてる。そうなんだ、九州が柚子胡椒、東京はからし、名古屋はそれと八丁味噌。いいね、八丁味噌いいね。子供の頃の記憶が強いもかもなーって、スカイさん確かに。カリムさん可愛い、ありがとうです。クワちゃんおかえり。テルボさんで、テルボさんって言っちゃうよね。もいもーい、ありがとう、クロファミリー。テルボ、おでんの卵をいかに黄身が溶けないように食べる選手権いつ。私さ、おでんの卵とか、あのひたよだれ出たわ。あの卵をパッカーって割って、あの汁につけるの好きなんですよ。あのわかる、なんかあの煮卵とかおでんもそうだけど、あのパッカーって割って、もうしみしみにしたいからパッカーって割ってこうやってしとく。確かにあれね、溶けちゃう時あるんだよね。関西だとおでんを関東炊きっていうだって。え、おでんはじゃあ関東から伝わってきたものってこと？柚子胡椒、あの九州とかだと柚子胡椒がおでんについてくるって話。おでんの話になるとやっぱり静岡、静岡おでん、あと静岡おでん、静岡でね、あのなんかレンチンするだけのおでん買ったの。なんか海苔とか鰹節とかいっぱいかけた気がする。汁派か、やっぱり。違うんか。テレブさん違ったか。大分もコンビニおでんに、柚子胡椒ついてくるんだ。え、どこだったかな、私どっかでついてきたの。大分じゃなかったかもしんない。わかる、しみしみひたひたにして食べたいね。あ、福岡かな、福岡の撮影の時だったかな、柚子胡椒ついてきたの。柚子わさび、なぜ胡椒と表記。え、わさびなの、わさび、私2回言った。わさび超絶苦手なんですよ。わさびの風味が苦手で、あの辛くなくてもふわってくるのが苦手で、わさび苦手なんですけど、柚子胡椒はわさびじゃなくない？わさびの風味全然しない気がする、嫌いな人からするとね。え、風味自体が消えてるだけ？結構あのスパイシー、スパイシー、
ラタララ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 ラ、静岡おでんぐらいおごってやんぞってティグリスさんが。柚子胡椒はお茶漬けに入れるだってピオちゃんが。私柚子胡椒大好きなの。あー、お茶漬けに入れても絶対美味しいよね。確かに。わさびは抜いてもらって醤油に入れて食べます。直接は自分すごい。あ、醤油に混ぜるタイプってこと？柚子胡椒の方がからしより辛くない？あの辛味で言うとね、辛いんだけど、私そのからしとかわさびの風味が苦手なの。ふわって香るやつ、香るあれがおえってなるから。そうなんですよ。あの辛みは辛いとはもう分かんない。からしはあんま知らないけど、混ぜるタイプ。僕はレンゲに卵乗せて溶けるのを防ぐだって、ピオちゃんは。あ、じゃあちょっとテルボーと一緒だな、ピオちゃん。レポーターの時のお土産って、あれ何の時だったっけな、覚えてない。いつ買ったんだろう。静岡のはめちゃうまいだって、こうちゃん。ハラちゃん直してくれて。さあそろそろランキングに行こうかな。あ、たぶんパッカーされたと思ったら卵なんです。兵庫県の姫路はおでんに味噌つけ、いやー、そう、名古屋でお味噌のねおでん食べたことあるんですけど、味噌美味しい。おでんに味噌は美味しい。確かに好き。静岡おでんは最初真っ黒で最初食べれなかった。だってさあそろそろちょっとおでんの話で盛り上がってるんですから、そろそろランキングに行くお時間でございます。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。関東民なのになぜか味噌だれかける。あ、なんかどこかで味噌の美味しさを知ってしまったんやね。人生のどこかで知ってしまったんやね。どっか行った時、嫌いなものの風味センサー超敏感だからな。そうなんですよ。本当にちょっとでも入ってるダメなんですよね、ああいうのね。餃子は柚子胡椒派だって感じ。私餃子塩派なんですよ。ゴリ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 見るタイプの塩が好き。あ、柚子胡椒も絶対美味しいよね。それどこで売ってる？高知にない柚子胡椒だって。あ、そうなんだ。柚子胡椒はどうなのかな。九州とかは結構柚子胡椒いろんな地域が作ってる気がする。ピパーツという沖縄にある胡椒だって。柚子胡椒の元だって。沖縄出身な。あ、ミッキーは少しを、あ、聞いたことある。お腹減ってきた。確かにお腹減ってきた。餃子を塩、え、ちょっとマヨラーみたいな、塩ラーみたいなもんなんで、私ちょっと いろんなものを塩で食べちゃうんですよ。どっかで知る。自分も東京に来て日高屋で唐揚げにマヨネーズつけてからもどぶや。知ってしまった。知ってしまったのね。美味しい食べ方を。さあではでは、そろそろランキングに行きたいと思います。ちょっとコメント読めてないですけども、皆さんたくさんありがとうございます。あ、こんちゃんも帰ってきてくれた。九州人は柚子胡椒かな。そうだね、九州人は柚子胡椒好きだね。私柚子胡椒辛いの苦手なんですけど、柚子胡椒はどんだけでも入れれる。うどんとかそばに。シアターグリーン近くのクローデン美味しかった。だって静岡おでんは昔駄菓子屋にあった。だってそうなの、堺市もさ。わお、すごい。おでんの話でみんな盛り上がった、嬉しい。なんかすごい、みんなおかえり。アマゾンにもないだって、聞いちゃう。あれ、楽天とかにあるかな。分かんないけど。さあでは、えも竹縄ではございますが、みんなお腹空きましたね。夕飯の時間までもうちょっと時間ありますので、頑張って、お仕事の方頑張ってください。さあ、今日の配信はこの一枠になりますが、そろそろねランキングにて終わりたいと思います。13位からにしよっかな。13位、クワちゃん。
12位ヤンヤン、11位アキラッチ、10位タラちゃん、9位アキちゃん、8位ハラチューン、そして7位 FJT さん、6位スカイさん、5位ユーマルちゃん、4位ピオちゃん、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。そして3位がトゥルルルーデン、おじおじありがとう、お仕事抜けてきてくれてありがとう。そして2位がトゥルルルーデン、ミッキー、ありがとうミッキー、ありがとうです。そして1位がトゥルルルーデン、キーンさん、パチパチありがとうございます。かわいいねもありがとうございます。ふぅ、お腹減ったね。テロップにおでんの話って書いたらみんな来るから、みんなパチパチありがとう。スカイさんもはいって、ピヨちゃんもはいって言ってくれてありがとうございます。みんなパチパチ一緒にありがとうございます。ではではでは、明日の歌い手また決まり次第連絡したいと思いますが、明日もちょっと夜厳しいかもしれない、夕方ぐらいになっちゃうかな、どうかな。ちょっと明日の配信は多分ね、明日にならないと歌い手出せないかもしれない、申し訳ないですが、皆さん今日も来てくださってありがとうございます。配信ね、来にくい時間にもかかわらずありがとうございます。では5秒前43、2、1、0、お作ろう。